ブローシャンメタバースのマサです。今日はですね、ブロガーに限らず、パソコンをね、やる人だったら、もうみんな便利なんじゃないかなという、入力支援ツール、ドリポスの紹介です。こちらです。ドリポスですね。入力支援ツールですから、まあ、検証や登録、そういったものの一般的な定型に入力にはもちろん使えますけれども、それ以外にもいろいろ使い方がありますので、ちょっと紹介していきます。では、まず、基本的に定型入力が得意な入力支援ツールですから、行ってみましょう。コムズリンクスタッフで、ちょっと私登録したことがないので、これちょっと来てみました。はい、ここにドリポスさんがいます。はい。もちろん事前にこれ登録してありますよ。この中にはですね、個人情報を入れてあります。では、トップページ。コムズリンクスタッフトップページ来ました。はい、ここにフォームがありますね。はい。この場合は、ドリポスの一番下の赤鉛筆、このマークを入れる。はい。そうすると、基本情報が入力されましたね。はい。こういう風な使い方です。基本的には。それ以外で。では、どんなことができるかと言いますと、普段使いたいなと思うようなツールを登録しておくことができるんですね。例えば、ペイントの、ありますよね。このペイントのアイコンをドラッグして相手のところに入れる。はい。上から2番目に入れました。はい。では、一度閉じてから、上から2番目、マウスオーバーしてみましょう。はい。アクセサリー、ペイントと出てるのがご覧になれるでしょうか。はい。だからクリックします。カツッと。はい。ペイントが立ち上がりました。ペイントが立ち上がったら写真選びましょう。はい。間違えて、ブログ投稿ツールを押してしまいました。はい。じゃあ、マイピクチャー開きましょう。はい。マイピクチャーから素材を選んで、ペイントにドラッグドロップしましょう。はい。さあ、こういう風に、写真が加工できたら、先ほどのように、ブログ投稿ツールに写真を放り込む。このような使い方ができますね。次々に登録してあるツールをガンガン使いこなすことができますね。ちょっとちらっと何がいい、どんなもの入れてるのかというと、何でしょう、これは。ボックスメーカーですから、写真を本とかね、ebook 風にするやつですね。ギンプですね。ロゴマークを作るメーカーですね。で、テラパッド、ホームページビルダー、紙コピー。こういうの方が、統計立てて、スターサイトライト、ね。インクスケープ、マイピクチャー、ウィンドウズライブライター、ペイント、今入れたやつですね。まあ、このように、使う統計立てでちょっと入れたあるんですけどね。こういうことをやっていくと、結構早いんじゃないかと。それでですね、他にも特徴がありまして、定型文が入れられますんで、このように、よく使う、例えば、ですね、タグ、バックグラウンドとか、なんかめんどくさいやつを入れとくことができるわけですね。HTM タグや CSS とかですね、入れとくことができますよね。例えば、ブログだったらストロングタグとか EM タグを使いたいという場合にはこういうので、入れとくといいんじゃないでしょうか。はい。では、そのように、皆さんも工夫して使ってみてください。あとですね、ちょっと言い忘れました。あれです。リンクも貼れて、ホームページを呼び出すこともできます。ホームページは大体ホームページの場合はですね、通常のホームページのアドレスの前に、パーセンテージと O というのをつけるんですね。はい。そうすると、それがホームページの開くリンクになるんです。
これ私のホームページが今、開かれましたね。ちょっと他、入り同士文字やってみましょうか。上から4番目でしたね。5番目だったかな。あ、ここでしたね。全然違ったね。はい。マウスオーバーして、ここでしたね。パス。ね、このように、ホームページなどを入力してもいいですよね。はい。ではでは、詳しくは PDF をご覧ください。